が無事です一番ピシャリブジャンマスターブドンデルマスターということで本日は怪文書というわけでそんな席があるなかなかスタンプありますねはいというわけでハイケストリー会でございますいやというわけで、はい、本日は、うん、ビスリーレボリューション第4弾リオシンバクテラスのハイケストーリーをね、うん、バッチリ紹介したいと思います。またね、怪文書と呼ばれるハイケストーリーをね書いた紙が届きました、うん、これをデッドマスさんが読んで、そうあの内容をムーちゃんがまたそう読んで、俺らは愛の手を入れるはしゃぐとはしゃぎます。これ見ればね、バッチリハイケストーリーわかりますので、はい、ぜひ、はい、最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。いくぞよっ。はい、ということで、はい、じゃあ早速ハイケストに話をする前に、前回はあらすじなんですけども、はいはい、前回はね、あの革命人が、ね、登場しまして、はいはい、まあ、邪神とね、あの激しいハイスピードの戦い、読み合いをしてるわけです。はい、ではビツベリデスになったりとかね。うん、で、さらに、ゴルギーニタウンでは、ゴルギーニ一族と忍びが構想が始まり、うん、さらにさらにボルシャックカイザーがボルシャックの歴史である太陽を手に入れたと、うん、そして世界が暗に包まれたと、まあ、いろんなところいろんなことが起きている、うん、いや、はいはい、ね、包まれ一瞬包まれましたというところが前回はね、あらすじでございます、はい、ということでまずはメインストーリーである邪神対バクテラス、ここの話をしたいと思います、はい、これはですね、まずこの真っ暗になったんですよ。一瞬真っ暗になって一瞬の隙をつきまして、はい、ボルシャックバクテラスがね、ボルシャックにとって邪神をほらもう敵というかさ、そうだね、もうふざけんなと、すごいことされたから闇に詰まれてるし、うまい一回やられるし、もう大変なことになった、すごいことになったから、はい、ということでボルシャックバクテラス邪神へ突っ込んできます、はい、すごいスピードで、で邪神との戦いが始まります。始まった。喧騒のピョンガルというかフレーバーで書いてありますので、むちゃお願いします。はい、世界が暗転している中で邪神に突っ込んでくるものがあった。太陽を取り込み自ら太陽になることを決意したボルシャックカイザー、その名も竜王神ボルシャックバクテラス、新たな夜明けを見よ。はい、いいじゃん、かっこいいですね。新たな夜明けを見よと言いながら突っ込んでくる。見よ見よ、ということでバーンと突っ込まれて、まあ、要は突っ込んでこうバーンとこう行くわけですね、うんうん、ということでこのバクテラスに突っ込まれた神は革命人の前から、まあ、姿を消すと、まあ、革命人目線で言うといつの間にいなくなってる邪神が戦ってると思った、ね、ということで邪神の姿を見失ったバンクシーは、まあ、ちょっと一旦はもう戦いを終えようと、うんうん、でも何かというとバンクシーって結構純粋なやつでして、はあ、もう久々にこれ自分の力をね、今日発揮できるやつが出てきたと、はあ、いうことでその戦いの中でアートをもう描きたいだけの人なんですよ。あ、なるほど。ということで、まあちょっとね、まあ、いなくなったらしょうがねえ、別に思想とかないんだ、そう、楽しみたかったね、ピアノもアーティスト、はあはあ、ということで、まあ、ここ革命人は1回ね、バンクシーは戦いを終えますと、まあいいかと、はい、というところでね、本日はバクテラスの方なんですけども、はい、バクテラスはこの突っ込むことで非文明まで邪神を連れてきました。お、自分のところに、はい、でここで邪神とバクテラスの戦いが本格的に始まります。いい、ね、うん、太陽の力を手に入れてるわけですよ、バクテラス。もともと超強いボルシャックが太陽の力、うん、そうね、もう神に等しい力を手に入れたわけですね、うん、もう邪神の体に今まで全く傷をつけられなかったですよ、ボルシャック。そうだね、ボコボコにされてたよね、うん、なんとこのバクテラス邪神に匹敵するパワーを得まして、うん、邪神の体に傷をつけることができるんだった。おー、いいね、もう通用するんですよ、ボルシャック通用するんだ。でこのバクテラスの一方的な攻撃に邪神は体をボロボロにされてしまいました。初めての、もう邪神ってもう無敵だったんですよ、うん、全然攻撃が効かなかったんですけど、初めてだよ、ね、バクテラスの攻撃は通ると、うん、大変だと。でただですね、このバクテラスも太陽の力と一体化するのにまだちょっとね慣れておらず、あ、慣れておらず、ちょっと太陽の力が溢れすぎたりするようなこともあって、うん、一瞬の隙ができます。まあそういうことだ。でその隙にちょっと邪神はちょっとこれじゃいけないと、うん、いうことで邪神逃げるんです。なんて、あの邪神が逃げるな、今日の一旦深淵へと姿を隠しますと、はいはい、いう感じだと。すごいですね、ずるいね。でバクテラスも追い詰めてるんですよ。そうだって今までさ、結構さ、いろんな人ボコボコにしてたわけでしょ、邪神さんって、うん、それがなんかまたてめえがこうね、不利になったらもう逃げるのかい。はい、まあ一回でもそういう狡猾さもかあわせ持ってるんですね。なんかまあ、本当につくづくさ、うん、主人公のカードとは思えないよね。いやいやいや確かに。でもね、こっからまた邪神の、ね、反撃が始まりますから。特に邪神は一回、まあ、神技は自分のフィールドに逃げるわけですね、はいはいはい、戻った後に、アイは滑るにいる、うん、っていう馬、いるんですよね。はいはいはい、アイは滑るにいると合体し、アビスベルデスベル邪神へテーとパワーします。アビスベルデスベル邪神って、この歯に滑るデスベルという、あーデスベル、アビスベルデスロードからアビスベルデスベル邪神テーとパワーアップときます。全然知らない人。あ、そうね、そうだね。ということで戻ってくるわけね。そうだ、いや これこのままだとちょっと負けるかもしれないから、一回もう一回パワーアップして、いや完全体というかね、そうな、戻ってきた。でもそれを待ち受けるのは、さっきはねちょっとね一瞬太陽の力を暴走しかけましたけど、うん、今度はもうそれを完全に抑え込んだ、うん、太陽と完全に一体化したバクテラスと
このアビスベル、デスベル邪神が対峙するわけですね。おー、これちょっとコートスタン・コルトスタインというカードフレーバーテキスト、ムーちゃんお願いします。はい、深淵にてアイバ・スベルニルと合流した邪神はアビスベル・デスベル邪神帝へとパワーアップする。そして再び姿を現すと暴走を得て太陽と一体化したバクテラスが待っていた。これが真の夜明けだ。ありゃ、はい、というわけで夜明けがテーマですね。太陽ですから、太陽そのものだということでね、両者もフルパワーの戦いがここから繰り上げられるわけです、うん、でどうなるかと言いますと、このデスベル邪神帝はもうとんでもないパワーを持ってるんですよ。もともと強い邪神帝がパワーアップしてるわけですから、うん、これはもう超獣世界を終わらせてしまうような、うん、超獣世界の終局をもたらすとも言えるような必殺を繰り出すんですが、バクテラスはなんとそれを耐えます。すごい、耐えます。バクテラスは無事なんです。太陽だからね、効かないわそんなもん。そういうことだね、まあ、すごいんですよ。もう結構だからもうなんか他のクリーチャーも全然もう違う次元というか、そういうレベルまで達してるわけですね。バクテラスは耐えられるんですけど、バクテラスが耐えるほど他の日も非文明自体破壊されちゃうんですよね。あら、だってバクテラスは無事だけど他の人たちは無事じゃないわけです。そういうことだね。そうということで、ちょっと幕革命ボルシャック・テイラーのフレーバーテキスト、むちゃんお願いします。はい、バクテラスが本気を出せばファイナルエンドを乗り越えて邪神を倒せるかもしれない。だがそれではボルシャックたちごと消し飛ばしかねない、うん、バクテラスが全力を解放するには非文明はあまりに小さすぎた。あら、そう、すごい話になってましたね。非文明、あのクリーチャーが守れないとかじゃなくて、もう非文明自体が吹っ飛んじゃうっていう。なんで非文明連れてきたの？まあ、それはでも、まあ、戦う、よそでやれよかったんや、まあ、そうなんですけど、気にしなくていいと思うんですけど、まあ、非文明じゃないそもそもね、やっぱあるんじゃないか、そういうのがいろいろ あるんですけど、でもやだろ、水文明を犠牲にしても確かに、まあまあっていうぐらいね、すごい抜きんでたパワーを持っちゃったわけですよ。そういうことだ。すごい戦い、頂上も頂上決戦なんですけど、ちょっとボルシャックやっぱバクテラスね、周りのこと気にしちゃうんですよね。まあ、そうだね、はい、ただし、ここでちょっと急に別の話が混ざります。はい、ここで始祖ゴルギーニ・エンゲルスの復活というのが挟まれます。はい、ということ何かと言いますと、あのゴルギーちょっと一回光文明に話を飛ばしまして、まあ、戻りまして、ゴルギーニタウンで、あのゴルギーニ族と忍びの構想あったわけですね、うん、ここの中でなんとこのゴルギーニタウンで暗闇の中に光輝く羽が舞い降りています。なんか言ってた、暗闇の瞬間のことですね、はい、でこれは何かというと奇跡によって始祖エンゲルスが復活します。おお、ははは。これ始祖っていうことは、いや昔いたやつなんですよ。ああ、昔いたやつが復活する始祖エンゲルス。ゴルギーニの始祖ってことなのかな。はい。で、エンゲルスは何かというと、邪神を、まあ、封印した人の片割れ。そうなんですけれども。じゃあ随分強い人なんだ。そうなんです。で、邪神がただ復活する可能性があるよ、封印なんだけど、倒したとき。復活した時に光と闇の力が両方必要だと。両方の力が必要だと考えて、ゴルギーニタウンの中に。要は光だけじゃなくて闇に潜むものとして忍び用意したんですね。でしかしですよ、まあ、忍びはこれ知ってたんです、うん、で邪神が復活してもエンゲルスが要は復活しないというか、うん、そうエンゲルスからの声がかからないということが、あれそのために俺らがいるんじゃないのみたいな、なるほど、ふうに忍びにちょっと疑うね、疑う心が生まれてしまいます、はあ、そしてこの疑う心を悪用するものにつけ込まれて忍びがちょっとおかしくなっちゃって、なるほどね、あのこのゴルギーニ事件の、まあ、一連の光文明の事件で、ね、発生していた。俺のこと忘れとんじゃないかと。そうそうそう、で あれおかしいなと。でそれで誰かが、いやあいつらあなたはって言って、そう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 、忍びがふざけんなよーっつって、バーンって、でどうなってんじゃいって鹿丸くちゃんと、そうあの慶応も慶応のマスルは、あーなるほどね、まあいろいろあったんですと、はあはあ、いうことで、まあ、これゴリにエンゲルスがねこの後の最終組にかかってきます、はい、ということで郊外流ホーリーグレイスのフレーバーテキスト、ちょっとムーちゃんお願いいたします。はい、バクテラスはファイナルエンドを全て受け止め自らの体を犠牲にする覚悟を決めた。だが、うん、その覚悟によってバクテラスから離れていくまがまがしき存在がいるのを邪神は見逃さなかった。はい、ということで自分は無事なんですよ、あのバクテラスは、うん、だけどそのまま戦ってるともう非文明が滅んでしまうと、はあ、いうことで、じゃあもう非文明滅ぼさない代わりに自分が全部受け止めようとしたわけですね、うん、覚悟決めたんです、はい、ただその覚悟を決めたことによってバクテラスからピョンと出てくるまがまがしき存在、はあ、これがコンプレックスなんですね、あの暗闇の根源コンプレックス、これこそ邪神が復活した目的、まあ、なんですね。なんだい、はい、でこれコンプレックス何かというと強い肉体を持つ者の弱い心に寄生する存在、これはコンプレックスです、はいはい、でこれを探すために邪神は超獣世界の強き者を探して倒すと、探して倒すということを繰り広げていました。
もう迷惑なやつですよ、邪神ね。言えばいいのに。だからゴルファーのシスターをぶっ飛ばしたり。でも全部ひどいことしてよ。別に許されはしないからね。いやー、じゃあしょうがねえか。別にじゃあ、ゴルファーのシスターのことボールにする必要なかったし。はい。まあ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 、それは許されはしないから。まあちょっとお茶目ですかね。別に。はい、ということで、このコンプレックスっていうのは、邪神復活前から超獣世界をシェアしようと企んでいたんです。なるほど。しかしですね、あのボルシャックがバクタスに寄生したんですよ。バクタスもさっき言ったように力もとんでもない、うんうん、普通のクリーチャーではもう全然比べにならないぐらいの超常的な力を持ってるわけです、うん、はいはいはい。だけどちょっと心弱い分があった。あのライダーになった時とか結構すごかったよね。そう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 、うん、ちょっとね、そういう意味ではちょっと人間臭いというか、ある種、うん、そういうやつだったんですけど、この邪神との戦いを経て強き心を手に入れたんです。自分を犠牲にしてでも文明を守ろうっていうね。なるほどね。まあ真の王というか、そういうような心を得たボルシャックバクテラスが寄生し続けることができなくなったんですよ。なるほど。あの弱い心に寄生するんだ、あくまで、うん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 、コンプレックスの、うんうんうん、追い出されちゃうんです。なるほど。だからこうずっとくっついてたっていうか、まあ、多分どんちょっと分かんないですけど、うん、どっかにいたなんかピョーンって出てくる、出てきたと、うん、はい、というので、で邪神はようやく見つけたと、コンプレックス前だと、そう破壊したるぞというふうになるんですけど、ただこのコンプレックスって闇の力を吸収し続けるんですよね。あ、うん、暗闇の根源ですから。そういうことか。なので邪神は、まあ、深淵のまあ、王というか、うん、深淵の帝王、そういうことね。で、深淵の力を源とする邪神はかなり相性悪いんです。なるほど。まあやられたりはしないんですけど、倒すのはかなり難しいというか、はい、結構相性悪い相手、はい、そこにエンゲルスが出てくるんですよ。ゴルギーニエンゲルス、あのかつて邪神を封印した塊であるエンゲルスが登場して。なるほど。じゃあこれエンゲルスって光属性のやつですから、うん、そういうことね、はい、この圧倒的な光を浴びせてコンプレックス隙を作ることが簡単にできます、うん、そこで隙を作って邪神が撃破すると。なるほど。邪神を助ける。そう、なんと邪神を助けるんですね、ここでね。なるほど。はい、結構面白いですね、流れが。さあ、ということで序章、ノラテップ VS ニモザスターのフレバトキさん、無茶お願いします。はい。邪神とコンプレックスの戦場に舞い降りる豊かなる光、ゴルギーニエンゲルス。その光の前に一瞬コンプレックスの糧となる闇は失われ、そしてその隙をついて邪神はコンプレックスを破壊したのだった。はい、ということで、うんうん、だからバクテラスの戦いを経てるんだけど、まあくまで邪神の目的はコンプレックス、でそれを深淵から復活した目的を果たした邪神だったと、うん、コンプレックスがやっぱり生まれ、あのまた動き出したっていうのをね、感じたんでしょうね、きっとね、うん、まあ、それで、まあ、最終的に邪神としては最終的に目的を果たしたという感じでございます。ただね、ちょっとね、邪神の味方するんだって試合言ってましたけど、うん、まさに、あ、モグチッツのクレーバーテキストでね、はい、そのようなこと書いてあります。無茶お願いします。はい。バクテラスの強い心とエンゲルスの豊かな光、かつて自身を封印した両名の力を計らずも借りてしまったことで、邪神はあまり見せることのない複雑な表情をしていたのだった。あ、気まずいんだろうね。確かに。そうそうそう。あ、でも邪神といえばさ、もう本当に俺様じゃないですか。オッケー、もう、ね、うるせえ、ドンみたいな。だって最初から話してくれればね、そう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 、みんな別にじゃあ協力してくれたかもしれないのね。そんなわざわざ。でもそんな中でも計らずもこのボルシャック と、ね、まあ友情ではないんですけど、はいはいはい、ちょっとそういう流れの中でこういう力を借りてしまったっていうね、はいはい、まあ、借りることになったかな、はい、正確には。そうだね。っていうことでこの邪神ちょっと下地表情を見せると、ちょっと気まずい顔というか、どういう顔なのか分かんないけど、はい、してるんだ。まあ、というのがでもこのね、ボルシャック、まあ、バクテラスと、まあ、邪神、うん、そしてまあゴルギニエンゲルスのまあ最終決戦の様子でございました、うんうん、はい、ということで、じゃあここからね、ちょっと残りのいろんな話まだちょっとあるので、はい、まずは水文明の話、ちょっとその後の話を、ね、したいと思います、はい、うん、じゃあ最善乙女ゆるふわのフレーバーテキスト、むちゃんお願いします。はい。水文明の俳句の起源、それは記録に残らないバンキシーの戦い、アートの記憶をなんとか自分なりの言葉で残そうというものだった。はい、ということで、まあ、バンキシーはね、本当に水文明では非常に重要というか、うん、アートみたいなものをもうずっと追求してるやつなんですよね、はいはいはい。でそんな中でこの俳句っていうのが生まれて、うん、まあ、その要はその熱さってことか、アートの素晴らしさみたいなものを記録していこうっていうのが、まあ、このマジックソング、水文明の俳句である。なるほどね。そうやから。でただバンクシー自身はこの歌合わせベースにあんまり興味ないんですよ。 ある意味ではあの要は祖先というか、その生みの親ではあるんだけど、うん、遡ると、まあ、本人はあんまりこの俳句、まあ、こっちであの増えた文化にそんなに興味ない。周りが勝手にやったことっちゃやったことだ。まあ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 、そういう感じですかね。はい、というわけでバンキシーには歌フェスにあんまり興味がないので、またあの引っ込む、まあ、引っ込むんですかね、分かんないけど帰ってきました、はい、というわけで一方で、まあ、ドラフケダーゼンとかアイネクライネは最高の閉会式を迎えています、うん、というわけでアシステスト模擬事変のフレバーで、ちょっとむちゃお願いします。はい。歌合わせフェスの閉会アナウンス、ドラフケダーゼンが言葉を紡ぎ出す、我々は未来に向けて戦おう、そのためにアイネや仲間と歩むのだ、そしてまた新たな命につなぐのだ。
そう言ってアイネの手を取り微笑んだ。はい、ということでめちゃくちゃ五七五ですね。すごい、本当に。もう我々は未来に向けて戦おう、そのためにアイネの仲間とは大丈夫だ。そしてまた新たな命につなぐのだ。あー、すごいですね、ドラッケラーズ、ね、全然気づかなかった、俺。はい、でそして、ドラッケとアイネの間には17人の子供が生まれまして、多い、はい、新たな世代にその話は俳句とか引き継がれていくと。ある種ね、この水文明編、まあ、バンクシーっていうねそのやつが出てきましたけど、今の水文明としては実はドラッケダーズが結構主人公みたいなのがありますよね。そうだよね、はい、いや主人公っていうか何もしてない。いやいやいや、水文明の中では歌合わせフェスを開催して、違う違う、花から別にケツまでずっと歌合わせフェスしてた。いやいやいや、水文明は歌フェスなんですね。それがメイン。俺結構周り大変だったぜ。いや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 、一瞬だって暗転とかしたんだぜ。いやいやいや、最高の閉会式じゃないって。最高の閉会式、17人の子供が生まれてますから。フィナーレが、はいはい、ということで、まあ、水文明編はこれにてなるほどございます。はい、である種水文明はね、ずっと最初からマイペース、別に何もしてない。いやいやいや、盛り上がった力で魔力砲が言ってるじゃないの。だけどでもあれ邪神って怒らせて、いやいやいや、で飛んできたからバンクシーが出てきただけだったじゃない。いやいやいや、でバンクシーも久々に出てきて嬉しかったですかね。ほんとだよ。水文明戦、そんな感じでございました。まあ、もう一つ忘れちゃならないのが、はい、あのゴルパンダニスタでございます。でゴルパンダニスタって9月覚えてます？なんかボールにされて、ボールにされたんだけど、いろんなジャイアントの作戦によって助かって戻ってきたんです。でなんかギャラクティカになった、なぜか宇宙。そう、ただ、うん、これ深淵からネクタイは連れ戻されました、ゴルパンダニスタ。しかしまだ復活はなりません。やっぱだってアビスにめちゃくちゃされた深淵にしかも行ってるわけですから。そうだよね、普通のクリーチャーが入れないようなところに要は押し込められたわけですからね、うん、そこで何をしたかというと、フェアリーたちが大地の力を注ぎ込んで復活させようと、うん、ということで、アシステストシネラリアのカードのフレーバーテキストお願いします。はい、はいはい、ゴルファンタジスタを中心に輪を作った妖精たちは禁忌の儀式に挑戦する。あら、懸命に祈りを捧げ大地の力をその体へと注入したのだ。せーの、ゴルファンタジスタ様。すると、その時奇跡が起こった。はい、ということで、はぁ、奇跡、奇跡なんですよね。またなんか複数人でやりそうなところ一人で頑張ってましたね。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、自然文明はね、あのゴルフの世界は、ね、まあ、回転が大事だというのはね、このずっとお伝えしてきたと思うんですけれども、大地の力を注ぎ込む、それを回転させる、大地が回転する、それはすなわち銀河の力なわけです、ね、確かに銀河なわけですよ。ちょっと分かった、うん、ちょっと広く見たら、うん、ちょっと分かった、ちょっと分かった、ちょっとまだちょっとだけど、大地が回転したら何か、それは銀河なわけです。ほんとや、ちょっと違うかも。いやいや、その奇跡によってこのゴルファンダディスター見事復活を遂げるんですよ。まあまあいいよ、それはだって回転大事、うん、自然文明大地大事、うん、じゃあ大地を回転させたらすごいじゃないか、うん、それによって奇跡が生まれるわけですね。あ、でそれが銀河。銀河がちょっとまだわかんない。でただね、銀河の力によって復活するんですね、奇跡によって。あ、しかし死者の復活っていうのはこれやっぱ自然文明大地の禁忌に当たるわけです、うん、大地の世界でやっちゃいけないことなんですね。なのでフェアリーたちはこれなんと大地を追放されちゃうんですよ。どういうこと？ああ、そういう地面にいちゃダメってこと？そう、地面にいるものとしてやっていけないことしたんですよ、緊急ことだ。そう、だから追放されるしかないんですよ。困った、どうすんの。どうしよう、だって自然文明大地の世界、はい、大地から追放されたらどうなるか、はい、なんとこの復活したゴルパンダジスタが新たな大地となって一件落着。ちょっと待って、ちょっと違う、待って分かんない、もう一回聞いていい？もう一回聞いていい？うん、死者の復活を大地禁忌に当たるため、うん、追放されました。だから今の大地は入れません。ここ入れない。じゃあゴルパンダジスタが新たな大地になってやるぜ、なってやるぜ、そこに一件、これもまた書いてるわけですね。大地の力で復活したゴルパンダジスタが新たな大地になって、ちょっと待って、あ、なんか背中に住んでるみたいなことかい？こういう矢印が、いやいや、その後ね、いやいや、そうね、あ、そう、まだあるのね、分かったのね、分かった、ごめんごめん、そういうことね。はい、ごめんごめん、最後で聞こう。サテライトスラムスコーピオのフレーバーディクスお願いします。はい、はい、大地が必要なら俺様がお前らの宇宙になってやると妖精たちとの契約を結んだギャラクティカゴルファンタジスタは、回転の遠心力で強烈な重力を生み出すブラックホールインワンゴルファンタジスタとなり、新たな大地を作り出したのだ。いやー、すごい、すごい、これはすごいですね。回転すなわち引力、引力すなわちラブということでございますね。あ、本当だ、宇宙に、背中にも違うんです。そういうことじゃないんですよ。そういう次元じゃないんですよ、うん、大地なわけですよ、ゴルファンタジスタが。宇宙なんですよ、お前らの宇宙に、宇宙に住んでる、お前らの宇宙、違う、だから宇宙なんですよ、ゴルファンタジスタ。そう、もう宇宙、そう、背中に背負って、ん、違う、なんだい、
違うんだよなって。もうね、サクさん分かってね、あなたねめっちゃいい話、めっちゃある。いやなんかまあ素敵な話だなと思いますけど、重力でいや結びつけてね、うん、要は新たな大地になったと。新たな大地で、大地すなわち引力なわけですから、うん、だから超重流なんですね、ブラックホールインワンと、うん、いやだから自然文明の中心的となったやつが文字通りの中心になったということなんですな。まあまあまあいいでしょう。いや素敵な話ですな。はい、ということで以上がまずこのアビスエボリューションのねお話でございましたと。はい、あいうことで、とはいえでも謎はねいろいろ残ってるんでね。そうだよ、コンペツの獲物だったのかとか、あとはねこのアビスになってからのストーリーは、まあこれちょっと一段落というか、まあ、結構いやボルシャックとの戦いでもあったと。そう、ずっとやってたわけだから、はい、邪神って、で邪神はひとまずの目的を果たします。でボルシャックとの戦いはまあ一旦は終わりました、ね、ということで果たしてこれからどんな展開が待っているのか、はい、これはねまだもちろんまだまだこのアビス続きますから、うんうん、はい、そこはねぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、まあ、やっぱ気になるところで言うと、うん、コンプレックス、そうですね、何者だったの、何だったの、確かに。だから邪神がそこまでしてこう倒さなきゃって思ってたやつ、はい、確かに、うん、結構気になる存在です ね、 ね、その辺はちょっとどうなってるんでしょうか、はい、ちょっと皆さんお楽しみに、はい、ということで YouTube ではこんな感じで背景ストーリーの紹介ガツガツしておりますので、皆さんこちらもぜひチェックよろしくお願いします。そしてこちら背景ストーリーこれらがね載っておりますので、こちらでございます。バビスエボリューション第4弾リオシンバクテラスでございます。16日発売でございます。皆様ぜひチェックしていただければと思います。お願いします。ということでこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますのでぜひチェックしてみてください。ということで今日の動画はここまで、また次回の動画でお会いしましょう。デュエルマスターズ、バイバーイ。